強度をアピールするため翼の上に乗ったコインたち、ロールバッハロー2。このように一部の飛行艇には取り外しできるマストがあり、砲を張って着水時の動力とすることができたロールバッハ金属飛行機はドイツに存在した航空機メーカー。主に飛行艇を製造しており製品は社名のメタルフラグスガバオの通り、当時は最先端技術だった。 蛍光金星の応力外飛行像による全金属製の航空機を設計していた。チェッペリン飛行船会社のシュターケン製作所で働いていた工学博士アドルフ・ロールバッハが1922年に前進となる会社を設立した。当時はベルサイユ条約によりドイツの航空産業が制限されていたため、デンマークにローボックメトルエアロプラン COAS を設立し、 製造を行っていた。1926年に規制が緩和されるとアドルフはベルリンに戻り、ロールバッハ金属飛行機を設立した。同年に完成したロールバッハロー A とローランドがドイツルフトハンザに採用され、ヨーロッパ諸国を結ぶ路線で多く利用された。1934年にはアドルフ・ロールバッハが、 技術顧問を務める航空機メーカーベーザーフラグスガバオに統合された。クルットタンクは大学卒業後、教授の推薦により、ロールバッハのテストパイロットとして入社し、約4年間勤務していた。ありがとうございます。